本日は肩、背中トレーニング、それでは始めていきましょう。はい、ようやく来ましたね。あのファイナルカットですよね。まあ、ファイナルカットのアップデートが半端じゃなくすごくて、で、まあ世の中で、まあ、この動画っていうね、人口が、まあ、あの動画に携わる、まあ、動画 Vlog を撮るとか、動画編集とか、動画撮影とか、まあいろんなね、趣味だったから、まあ、仕事までいろいろある中で、ファイナルカットの進化がまたさらにすごくなったっていうので、やっぱり今日本の映画でもファイナルカット使ってるのめちゃくちゃ多くて、で、まあ、企業とかなるとアドビとかなんですけども、で、まあ、それが日本 で外国とかだと、まあ、企業とかだと割とアドビ多いんですけども、あとまあダビンチとかも多いんですけど、ファイナルカットっていうのが非常に多くなってきて全世界で、でその中のファイナルカットのアップデートがすごくて、ビジョンプロでしたっけ、何でしたっけ、目 のゴーグルみたいなやつで、まあ、3D この中で全部見れるっていうか、その何ですか、動画が作れちゃうっていうのがもうファイナルカットであって、映像の世界もさらなる進化をしてきたっていうので、アップルがすごいなっていうか、まあ、ファイナルカットがすごいっていうか、でそれで、まあ、マスクとかあるんですけど、まあ、いろいろエフェクトでいろいろやるようなことがあって、まあ、一つずつそれがすごく難しいんですよ。まあ、ちょっともっと詳しい話しちゃうともう結構わからなくなるからと思うので、まあ、いろいろそういうマスクっていう作業があって、まあ、作業が結構大変な作業が本当に1分もかからずポンポンポンっていうようなクリックだけでできるっていうのがマジですごいなと思って、でファイナルカットのアップデート、この大型のアップデートがどれぐらい10から11になったのがどれくらいなのかな、5年とかなのかな、ちょっと結構な間あるんですよ。大型のアップデートが今回がそれなんですよ。すごい、いろんなできることが増えすぎてすごいっていうか、最近のアップルの進化がすごいっていうか思ってるんですけど、まああと、まあそういうパソコンとか携帯とかっていうのは今年ちょっと、まあ、最近出たものね、ラップトップとか、あとは16とかのね、携帯 iPhone なんですけども、それはなんかちょっとあんまりアップルインテリジェンスが、まあ、日本にはまだそんなに恩恵が得られないっていうので、まあ英語で使える方だと、まあ、英語圏で使える US とかにいると、まあ全然使えるかなと思うんですけど、まあ、そこら辺がちょっとすごいアップデートがあって、まあ日本にはあんまりそんな恩恵がないから、今回結構なんかアップルのなんですか、売り上げも下がったのがなんかのちょっとニュースで見たと思うんですけど、まあでもそのやっぱりアップルってなんかワクワクさせるものを持ってくるっていうか、毎回そういうのが楽しみで、すごく今回はすごいなと思って、まあもちろんファイナルカットじゃなくてアドビとか、あとダヴィンチとか、まあ、まあカラーとかね、カラーブレとかもやるから、まあ、そっちの方も使ったりするんですけども、あとブラックマジックとかもね、カメラあったらダヴィンチの方が使いやすいのでとかあったりとか、あと企業とかだったらやっぱり全体で連携するのにはアドビとかイラレとかも使うしね、うん、まあそんな感じで、まあファイナルカットすごいぞっていうところで、うん、今回はちょっと話しなくなって記録として残させていただきました。まあ、そんな感じで今日はちょっとインプットとアウトプット、まあ、午前と午後でいつもねしてるんですけども、今日もちょっといろいろ文句モードに入りながら、いろいろ達成するために向かってのインプットアウトプットしたって感じなんですけども、その中に運動してみたいな感じで、まあちょっとファイナルカットプロのアップデートちょっと入りじくったりもしてました。それでは。